ねえ、殿下。うるさいぞ、ラザル。何か手段がありますよ。15年も見つからなかっただろうが。青き塔に住む魔女。呪いを受け。お気持ちはわかりますが、危険が大きすぎます。第一。ま、なんとかなるだろう。なんともなりませんよ。扉を、もっと慎重に開けてください。で、最上階まで到達できれば、魔女が望みを叶えてく。いえ、そういうわけには。塔じゃなくて、これ。蛇が大量にいます。その試練。100年くらい前に、東の将。久しぶりの挑戦者がいますよ、マスター。珍しいな。様子をご覧に行かれますか。行かない。すべてはここに立ちの守護獣あたりで積むんですけどね。落ちたら死ぬかな。あ、そんな橋に寄らないでください。かほどは過ぎたはずですが。最後の達成者は、なるほど、今のところは楽勝だがな。挑戦者は石像の間に到達しました。それはすそうですよ。え、なんだ。殿下、ラザル急げ。落ちるぞ。いえ、平気です。にしております。待て、ラザル。ラザル。ようこそ。お茶を入れてあります。も、私を名前で呼ぶ人はほとんどいませんが。お前。数倍は生きてますね。体は成長を止めてあるだけです。ライス・インクレアートス・ロズ・ファルサスという。ファルサスは人の良さが顔に出てましたけど。人が悪そうで悪かった。幼いところがありましたから。連れ様は術が効いてよく眠っていらっしゃいます。ああ。瞬間に1階に飛ばされます。失格者はその後記憶。でもマスターは子供の病気を治してほしいとかでいらした挑戦に降りたりしないのか。他の魔女はもっと人前に現れているようだが。それはあなたがここに来た目的に関係することですか。うちは女の腹を食い破るだろう。前に亡くなっている母に関係してるらしいんだが。そういうわけで。先にお言葉で定義した意味を持たせ、魔力を込めるのが呪いなんです。その代わり、呪いというのはそんなに強力な力を持てないんですよ。覚えてますよね。それはかけられているものが実は呪いじゃなくて、基本的に祝福も呪いと同じ方法でかけるんですが、力に非常に強力な力をまとわせて守護させるようになってるんでしょう。魔女、非常にお気の毒ですが、対策があります。胎児の守護力に耐えられる側は目をつぶってください。人妻や老人、子供だったらどうするんだ。とにかく探すんで、前向きにお願いします。とにかく出ることが滅多にないので。名乗っておいて何を言う。すみますけど。ってじゃあ受け付けられませんよ、そんなの。できるだけのことはすると言った。確かに老人だけど、老人呼ばわりは腹立たしいとか。すごい性格ですね。人が悪いんだな。ああ、特に関係ないというか。何言っちゃってるんですか。発言は人としてどうなんだ。それはこっちのセリフです。法扱いでしょ。こういうものは実用した方がいいからな。あなたちょっとおかしいくらい頑固ですよ。飽き育てたりしてましたよ。結構面白かったです。達成者としての要求だ。これなら受け入れられるか。ああ、今度こそやめましょう。ラザル、ラザル、用は済んだからな。殿下、もあったんですか。ああ、あったぞ。取ってくれませんでしたか。あ、いろいろ面白かったな。これくらいならいつでも何かを焼き尽くしたいの。移住してもいいぞ。川を根源から消去し、形成される雨はその意味を喪失。終わったのか。はい、これで物理魔法問わず。でも毒とか精神作用とかそういうのはダメですから。場を忘れなく。
俺はお前が結婚してくれればそれでいいんだ。関係がいくつかあったと思うんですが。15年ほど前に殿下よりもお若い王族はいなくなってしまったんです。え、だったよね。ああ、殿下が魔女の塔か。自分の中では若手ですが一番の腕前です。王の達成者の。ありがとうございます。嫉妬は醜いぞ、メレディナ。来ていたのか。お元気そうで何よりです。良い、悪くない。それで。はい。何があった？その格好はどうしたんだ？ちょっと2、3日でドルーザの魔法庫です。魔法庫？危険な。俺も行く。余計なことです。というか王太子が出会う。を集める。私にはあなた以外を守る義理はないです。承知して。魔女がこんな離れたところに。本当に。すごいですね。初めて見ました。よっ、リならこの子に乗っていこうと思って。人が乗れる大きさには見えん。本当に変わってます。大丈夫だ。まるで歌方だ。あの時の誰も生きてはいない。どう、ティナーシャ。おい、どうした。殿下、あれを。ルーザは巨大魔法兵器、魔獣を解き放つ。領を戦し、草木も生えない死の領域へと変えてしまった。でも、あの状況のまま戦っていたら、もっと凄惨な事態になる。お前は。生きているうちに再びお会いできるとは思います。年を取ったな。干からびたと言うべきか。あなたが首をはねた我が死にですか。それとも一人二人死なねば済む。魔力の高まりというのは十中八九。ま、ところでさっき手で受けたのはわざとですか。攻撃は効く。驚かせたくなかったんですよ。違います。私と装備を整えよう。私は先ほどの魔法師を追います。何を。あなたは何でもできますし、自分でやろうという姿勢は評価できます。王から連れてきたんじゃないんですか。違う、奴らの標的を。ことを回してきなさい、ディナーシャ。それに私でも何をしても必ずあなたのところに戻ります。ディナーシャ、お前が戻ってきたら。封印の最終解除を急げ。時間がない。しかし失われよ、定義でありし者よ。太陽と自分の指先を。解きたいのか。なら解いて。70年ぶりだな。牢獄は未だ闇の中にあり、汝が見るはただ七つの。我が意志を命と認識せよ。すべての終わりだ。ティナーシャ。失礼します。ティナーシャは全身見させていただきました。そうか、様子を見に行っても構わないか。ティナーシャ、起きて。内臓の破損がひどかったので、体の成長速度を早めて死の外見は成長を停滞させているだけですから。前のおかげで被害が出なかった。ありがとう。あなたは魔女である私が怖くな。ティナーシャ様はそういう風には見えません。魔女の印象がすっかり変わって。今はそうですね、寝かされることが。私のことを拾ってきた猫か何かと間違えてるんじゃないですかね。というわけで父上、青き月の魔女だ。つが難航中で、解き終わるまでもうしばらくかかるかと。仲がいいように見受けられるが、余計なこと
に仲よろしいんです。僕が知る限り最強の魔女おやだろ。彼女はずっとあなたを探している。どの歴史でも彼女に傲慢だ。どの歴史でも見逃すことはできないと言ったら誰か、もう干からびた死体になって。だからすぐにでも原因を。しかし守護結界に接触するとバレるから、何か来ても全銃が鳴ってますよ。お前はバカか。いやでも本当にいかにも水分を吸い取られそうだ。毒か。ラザル引くぞ。してるのこんなところで。具合はどうだ殿下。あなたは。私、私は相変わらず。知ってるのか。もちろん。聞こもってる。いや、普段は俺の守護者をしてる。は？世界の王にでもなりたいとか。さあ。ごめんなさい。でもいいんじゃない。かなり難しい投資の中でも、他と違って精霊術師は純潔が条件の見ればって思うけど。ん？美薬よりももっと面白いものをあげる。いただいたのは確かですし、変死事件の原因も分かりましたので。留守の間何も不都合ありませんでしたか。とが難しいものが多いので使い魔に任せられなくて。留守。何かついてるか。いえ何も。ですか、ちゃんと眠れてますか。寝てる。別に。いや何でもない。何か思い。症が出ないようにお願いします。だって最近ちゃんと眠れてます。え、たないです。本当にそうですけど、ここ最近性器が揺らいでます。恋人がそんな匂い気づきませんでしたよ。え、近くに立て怖いことじゃないと思ったから黙っていた。悪い。魔女と悪行ですが、それで死んでも責任取れませんよ。死んでも一晩そういう夢を見ているはずですよ。起きたら記憶が消えるように。そんな匂いがするか。なるほど。どに解除すると命に関わるかもしれません。ティナーシャ。手が。それか。お前を殺させるな。あれは私じゃありません。待て。今夜はゆっくりお休みなさい。ありますよ。悪趣味なのはあなたの解除じゃない。まあ久しぶりの挨拶だと思ってよ。挨拶で人を口屋の持ち主が何を甘いこと。でもいい男じゃな。面倒なことになってるみたいね。沈黙の魔女でしょ。血と精液、多分そこが一番呪いの影響を反映するように組んであったんだけどな。誰のせいでも入る。あ、すまなかった。まだ誰かいるか。何もいいことがないからです。修行になるぞ。わかりました、やりましょう。ただし。いや、好きな魔法を打つもんだろう。剣で攻撃と防御を補う魔法師。まあ、俺はやはりあなたの呪いを解いたりとかね。妻になってくれればそれでいい。大きい月の魔女に会わせてくれとのことだ。なぜティナ。分かった、まず俺が会う。
一体どこでそのような話を聞いてきたのか教えていただきたい。ご冗談。あれ、オスカーは、私、ティナーシャ様にご挨拶がまだで。ん？どうしてそれを。気づきますよ。なんでいるんですか。お茶飲みに来た。どっちつかずでいるのが負担なら、いい加減諦めるなりなんなり。もしもの時自分を殺せる存在がいればいいなって。会いたいという客がいる。 IT。 はい。お目にかかれて光栄です、 IT 様。その名で呼ぶのはやめて。活用と発展を第一の課題として参りました。どうか我が国に。私に会えたのも彼が取りなしたからですよ。それなのにどうし、その名を出せばついてくると思ったのに。このままでは帰れぬ。ルクレツよ、ちょうどよかった。あの方で妙な魔力の波紋がない？え、微弱な動きなんだけど。何のつもりだ。自分から人心を惑わしたことなんてありませんよ。そっち直せるか。なんで私が。最後に泣いたのはいつだ。治療終わったわよ。なんだこんなところ。はあ、死なないようには気をつけるんで頑張ってくれ。そうですね、一概には言えないんですけど、僕の選択肢の中からあなたが望む道を選んでほしい。それな。試合の時は避けてたじゃないですか。精神状態に左右。ちょっとここでね。ここは起きました。あなたのはもう慣れちゃいましたし、気になるならそっちが自重してく。なあ、俺にも魔力があるのか。ええ、知らん。だから意識してみてください。言われてもな。剣と戦わせてみたいですね。虫を戦わせるように言うな。ようこそ私の塔に。やるぞお前たち。お疲れ様でした。今ならお前に勝てるか。あ、クスクルについて何か分かったみたい。魔法師は 2,30 人ほどしかいませんよ。戦争でも起こす中心の国というからには、そいつも魔法師の可能性が。遠縁の私にまでよくしてくださって、今の私が。結果はそれに付随します。そんなことがあったんですか。迷惑な話だろ。戦うことがお好きなところがダメなんじゃないですかね。そうかも。あ、すみません。時間を停滞させることはできても、遡ることはできませんから。うっ、うん、で彼を殺したの。全部やり直せたとして。目が覚めてしまった。捨てていいよ。うん、耳が悪くて。椅子で寝てるからだ。寝るならちゃ。ちょっと助言をいただいていてな。お前の花彼女。お前は知ってたのか。ええ、封じられてはいますが。なんでそれを俺に言わないんだ。言ったら嫌な顔しそうだからです。増長せずにミラリスに向き合ってみなさい。なるほど、二重封印か。それはともかく。からその件については私はお役御免になりました。それに。あなた本気で言ってるの。ええ、冗談を挟む余地はと。ティナーシャ様、ティナーシャ様。何。挑戦者人数記録と最短時間記録を同時更新です。本当にやっておきたいんですよ。怖いですよ。
怖い？何を恐れているんだ？はいはい。エッタード様の遺品を調べたら、彼女につながるものが何もなかったんだ。実は私もこの城に来てすぐ、大陸全土を対象に、今のミラリスほどの魔力を持つ女性はいなかったんですよ。手に炙り出そう。え？ああ、なるほど。人が悪いですよ。役得だしちょうどいい。まあ、何してた？いつも通りです。解析して。毛しか扱えないらしいぞ。こんなのどこから。宝物庫だ。俺はお前。やめて。ティナシャ。私すみません。いや、ミラリスを探るためだったんですから。大怪我はさせてないぞ。もう証拠がないと。それにせっかくの可愛い女の。ちょうどいい。この際はっきり言っておきたい。で言えばわかるだろう。選択肢が1でも100でも1000でも、俺は一度城から出した上で調査させてもらう。あの殿下。気づかなければ放っておいてあげたのに。大丈夫だ。危ない。できれば生かして捕まえたいですね。目的は何なのか聞きたい。服があるなら聞くぞ。2つあります。城が半壊する案と。せいでください。グー、俺は結界がなかった頃の方がな。よし、決めた。いや、それ意味を。血がいる限りあなたは負けません。この場所が分かったのに。私にはどうしてもこれが必要なの。行かせません。死んだのか。そうか。こんなものかな。ちゃんと治ってるみたいだ。それがな、元はファルサスのものじゃなくて。お返事をまだ聞いてないんだが。ん？お、たとえこの人が選択肢を自分一人転移で叩き込むよ。いつかこの手。